やばすぎえー、バイト休むのだらいんだもんだってサボるとかそういう話じゃなくて僕収録で出てるからさ店長にシフト減らしてくださいって言うとびっくりされるんだよねどうしたのなんか体調でも悪いのみたいな出てくれんの当たり前だと思ってんだよなもう <laughs> 楽しいからさバイトいやでも遊びたい気持ちもあんのよ本当に本当だって僕の目を見て嘘言ってるように見えないでしょ 言えるっておいあじゃあここではーいまた明日お疲れーお疲れ様です先輩はい荷物とげたどげたなんでってまだ聞きます僕が先輩んとこに突撃してこうやって一緒に課題やるようになってから122か月半経ってるんですよそろそろ慣れてくださいん 今日は、あれっす。授業中に、あの、先生が配ったやつ <laughs> わかんなかった <laughs>。わかんなくなっちゃった <laughs>。いいんすよ。たまに噛むことぐらいあります。なんか、出席カードじゃなくて、レポートで取るみたいな授業なんですよ。あ、そう,そうそうそう、沢田先生のやつ。で、来週が休校だから、来週の分もレポート出しとくみたいな。 振り替えの講義はやるけど出席はそれで取りますみたいなよく分かんないっすけどまあ出されたもんやるだけなんで別にいいかなと思ってあんま聞いてなかったっす <laughs> ああレポート増えるのいや別に嫌じゃないっすねだって先輩と一緒に勉強できるし <laughs> あそうってひどーいふう じゃあやりますかん何すかなんでここ来るのってうんと、レポートがあるからそうじゃないさっきのああ、ゼミのやつらっすかあいつらが何かありました 一緒に課題とかはしないっすね。でかあいつら勉強しないっすよ。どうやって単位取ってんだかしんないっすけど。ああまあ確かに落胆多いし。うーんまあ確かに仲いいし友達っすけど。なんかあるじゃないっすか。相談する友達と雑談する友達は違うみたいな。 こいつにはこの話できるなぁでもこの話はできないなぁみたいなあるじゃないっすかそういうのに近いっすうん勉強とか真面目な作業は先輩とまあ適当に遊ぶならあいつらとって感じああいつらもちゃんと友達とし仲いいっすよ <laughs> なんすか 先輩である必要性そんなこと言ったら別に誰だって必要性なんかなくないっすかだって僕だってそうっすよそんなこと言ったらあいつらにとって僕はたくさんいる友達のうちの一人でノリもいいし遊んでて気も合うしみたいなあなんかうんあんまうまく説明できないっすけどそれを満たしている人間なら誰でもいい選択肢のうちの一つっす だから絶対ねその僕個人である必要性はないっていうかそれこそさっきも言ったけど相談できる友達が何人かいる中でこいつに相談するみたいなでもそいつにじゃなきゃできない相談なんてまあないじゃないですか何かしらの条件を満たしてれば誰でもいいそんな中なんで先輩を選んでるかとか そんんなことまで僕に説明させるんすかわ <laughs> かりますよ友達多いっすもんね僕だからわざわざ先輩のところなんか来なくてもいくらでも課題やる相手いるだろうになんでわざわざここに来るのかって聞きたいっすよね <laughs> それはちなみに分かってで聞いてるんすか分かんないで聞いてるんすか まあその反応は分かんなさそうっすね。なんだ。分かってて聞いてんのかなと思ったから僕もなんかずらすみたいなこと言っちゃったけどあれでもいいんですよみたいな意地悪言っちゃったけどそうじゃないんだったらちゃんと説明してあげます。僕先輩のこと好きなんですよ。ちゃんと。 さっき僕自身が言ったこととめちゃくちゃ矛盾することを言いますけど僕にとって会が聞かなない他人が先輩なんです。恋人になりたいなって思うのも先輩だからその要因を紐解いていけば確かに会話聞くのかもしれないけど僕は先輩がいいなって思うだから先輩じゃなきゃダメ友達だったら別に会話聞くけど好きな人の会話聞かないですから。 だから先輩なんです。だからわざわざここに来るんです <laughs> 顔真っ赤っすねそんで先輩は僕のこの話を聞いてそんなに顔を赤くしてくれてたらさ僕も期待するんすけどいいんですか期待して。 しだろもだろで受けるな <laughs> いいっすよ、全然。<laughs> 先輩がちゃんと説明できるようになるまで待ちますよ。なんでって、なんでって。<laughs> 説明してくれない本人が待つ理由を聞くんすか。説明してくれないからすけどね待つのは。<laughs> そうじゃないと分かりますって大丈夫っすよ先輩ってそのそういうとこありますよね僕がからかってるのに真正面から受け取っていや違くてって反論するみたいな可愛くて好きっすけど <laughs> 何でしたっけ忘れちゃったああなんで待ってくれんのかまあだって分かりきってますからね理由が 先輩が自覚して言葉にするまでの間僕はもう答えが分かってることを待ってるだけだから不安じゃないし待てるんすよ <laughs> 教えちゃったら意味ないんでそこは自分で頑張ってください成績いいんでしょ先輩ほらほら雑談はおしまい課題やりますよ僕今日珍しくバイト休みなんです 終わったらご飯でも食べて帰らないっすかやったじゃあさっさと終わらせましょう僕が行きたいお店あと2時間ぐらいしか行ってないんで閉まるの早いんすはいじゃあ頑張りましょう